秘宝糸原健斗。糸原最後のヒットっていつや。14分の8の東京ドーム巨人戦。代打の切り札糸原月別打率。見事な右肩下がり。糸原、5月からずっと1軍にいるの無駄だったと思うとえぐいな。他球団はこんな選手いる。途中で2軍降格やろ、ザ・岡田って感じ。岡田が空気悪くしたベンチまとめてるの糸原やし、マネージャー兼任みたいな扱いや。外部から見えない貢献してるのならしゃあないか、見えせすも予防。かといって代わりに使えるような野手もいないからな。栄田でも中川でもあげたらええのに、原口も使いやすくなるし。3人の時もあまり原口使わなかったぞ。3人目の捕手を出すって選択肢がないんやろな、何人捕手いても同じやな。ベンチのムードメーカーとしては代わりがおらん、今外すのは悪手やと思う。未来のヘッドコーチ様やぞ、丁重に扱え。糸原落とすとサードの予備が鍋量か熊谷くらいしかおらんし、鍋量は代打に熊谷は内野の予備もあるし、島田が代打として使われてるからダイソー上田の2番手としても残さないとあかんから落としてないんだと思う。遠藤高寺を上げれば良いんだと思うけどね、足もあるしセカンドショートサードもできるし、今季なら小野寺より打ててるのにな。